半の最後の行聞いてもらっていいですか。1で聞きます。あの OK だったら大丈夫ですか。まあちょっと気になるっちゃ気になるけど慣れてないだけかもしれない、ね、そうそうそう。だからそういうわざとその保留にしときますか。いいと思います。とりあえず失礼しました。じゃあとりあえず B は後でハモですかね。ハモ、はい、ハモって兄ちゃんこれピアノ入ってる。ピアノはちょっとちっちゃかったから、まず7で7を赤くしてこれ上げて、はいはい、で自分がここで多分これで、はい、でメインがここ、はい、はい、もう一回出してみます、ね、はい、もう一回出してみます。多分聞けば分かるんで、ちょっとエディットだとさすがにあれだと思うんで、ちょっとそこの部分、最後の部分、締めの中流してみますね、はい、あ、でもその感じでピアノを消さないとちょっと歌えない状況で今消してるんですけど、消すとちょっと 音程が分かんなくなっちゃって。なるほど。あ、でもこれで大丈夫です。このテイクで大丈夫です、はい、ありがとうございます。こっちでいいですか。やりやすいよこれ。この曲ナルミさんシャウトはないんですか。これはないでしょう。まあローミッドを整理してちょっとは今やったんで、そこが整理されれば抜けては来てるんで、別にテイクが これがそこだけなんかやっちゃって変わっちゃうのは嫌だなっていう感じがするから、うん、だったらやんなくてもそれはどっちでもいいよ、本当に。これをこれでミックスしろって言われたら、あの大丈夫とは言える。なんで、テイクはこれがこれ気に入ってんだよねってあればこれでいいですよ。あ、いいんじゃない。じゃあもうこれはこれでいいかな。もうミックスだってもうおさんさん任せちゃって、うんうん、もう何の問題もないって。もうこういう飛んでる感じで。こうあーっていくんであれば、このテイクというかこの感じでいいと思いますよ。むしろこれはヒロさんは歌のために作ってないって、うん、歌が主役じゃないみたいな、うん、はい、なんでこれはもうやれません。何をおっしゃいます。アンザさん、いつでもアンザさんが主役ですから。アンザさん輝くために作りましたから。これはいやいや、何を言ってるんですか。それも次に激しいのが来た時のための。そうですよ、漢方薬。安座さんを引き立てるための曲ですからね、これは。いや、大丈夫。いや、普通に良かった。全然何の違和感もないの。安座さんお疲れ様でした。おめでとう、イエーイ。終わりましたよ。私、いや素晴らしい歌声でしたね。ヒロさん、ちょっと言っていいです？はい。もうボーカルやめようかと思って悩んでましたこの曲。あのね、ギターはね指でこうやってやれば高いところでやるけどね、声はね、はい、限界があるんですよ。何をおっしゃいます。ちょっとやめてください、暴力は。ちょっと本当ドロップキックするよ本当。安田さんちょっとプロレスハマりすぎですよ本当に。